こうしてまた出会えたんだ。最後に一つ話をしよう。今日や明日のことじゃない。君の忘れたあの日のこと。目の敵にする話。どこにいるんだって、いくらいくらなのは指だった。信じれるかいなんなら一歩目を忍ぶ話。薬の届いてる世界は普通のこと。誰しか知るけ、言葉にとっても大事なものだと私は知って泣いてる。目が高い話。そこで幸せをもっと告白をずっと泣き合うくらいがちょうどいいわ。目の届かない話。目を遊ばせる話。もう大人になったのだ、わからないまま空が日が落ちる。目にしみる話。香りだけ笑いで切なさも全部殴られたまんまで心に残った。目に映った話。欲しい